今私のところは総合支援資金をね、あと3ヶ月、つまり20万かける3ヶ月の60万円なんとかね増やしてくれないかと、延長してくれない、こういう声が多いんですよ。で、我々何もこだわりませんから、あの与党の皆さんもデータも知識もいっぱいありますから、そこですり合わせていいのができたらね。大事なことは困ってる事業者の皆さんを助けることなんです。動け動け日本、国民民主党。国民民主党代表玉木雄一郎です。新型コロナウイルスで私たちの暮らしは大打撃を受けました。しかしコロナの前から日本経済は長い間低迷していました。賃金も下がり続け、貯蓄ゼロ世帯は増え続けています。コロナ禍から立ち上がろうとする今こそ、停滞する日本を動かす時です。私たち国民民主党は5つの政策で日本を動かします。私たち国民民主党は経済政策を積極財政に転換して経済を動かします。まずコロナで傷ついた暮らしと経済を救うため、50兆円の緊急経済対策をすぐにやります。一律10万円の現金給付、業種に関係なく固定費の最大9割を支援する休業保障、そして 5% の消費税減税、家計第一の経済政策で日本経済を立て直します。1996年以降、日本の実質賃金は下がり続けています。先進国で日本だけがどんどん貧しくなっているのです。私たち国民民主党は給料を上げます。積極財政によって10年間で50兆円をデジタルや環境分野に投資します。老朽化した橋や道路も新しくします。積極財政と家計第一の経済政策で賃金デフレを終わらせ、給料が上がる経済を取り戻します。天然資源のない日本にとって最大の資源は人材です。人づくりこそ国づくり。国民民主党は教育、人づくりに最優先で取り組みます。教育国債という新しい国債の発行で10年間で50兆円の財源を確保し、教育、科学技術の予算を倍増させます。義務教育を3歳から始めることとし、高校卒業までの教育費を無料に、給食費や教材費も無料にします。児童手当も1人一律月1万5000円に引き上げ、高校卒業まで延長します。徹底した子育て支援こそ最大の少子化対策です。今あらゆる危機に対するいざという時の備えが不可欠です。今年の秋は米価が大幅に下落し、農業を続けられないとの農家の声が全国にあふれています。国民民主党は個別所得保障制度を復活させ、安心して農業を続けられる環境を整えます。国民民主党は尖閣諸島を守るため海上保安庁の体制を強化し、海上自衛隊との連携を深めます。自分の国は自分で守る。私たち国民民主党は国民と国土を危機から守り抜きます。今の政治に一番欠けているのは信頼です。嘘をついたりごまかす政治を改めます。公務員の公文書改ざんには罰則を課し、簡単に改ざんできない技術や制度を導入します。国民民主党は改ざんや隠蔽のない正直な政治を貫きます。国民民主党は誰でも無料で検査を受けられるようにし、感染を早期に見つける、飲み薬と国産ワクチンの開発を強化し感染を抑える、デジタル技術を使った検査陰性証明書を活用して経済を動かす、この3つの策をスピード感を持って実行し、1日も早く普通の生活を取り戻します。私たち国民民主党は未来を先取りする新しい答えで日本を動かしていきます。共に政策を実現していく私たちの心強い仲間を紹介します。
私たち国民民主党は古く錆びついた政治を改めるために結党した改革中道政党です。私たちは対決より解決を合言葉に、国民が必要とする政策を提案し続けてきました。昨年の一律10万円の現金給付や孤独担当大臣を真っ先に提案し実現したのも私たち国民民主党です。国民民主党には政策実現力のある仲間が揃っています。投票日には国民民主党の候補者にあなたの一票を託してください。また比例代表も国民民主党にぜひお願いします。20年以上にわたって停滞した日本を再び動かし、活力のある国にするために、動け動け日本、国民民主党に皆さんのご支援よろしくお願いします。